こんばんは。レニオテいきなり始まります。はい、こんばんは。表町バイオン大学の時間でございます。そうですね。長いな、名前、タイトル。いや、なんか表町バイオン大学でいいなと思ったのが、もともと表町まちづくり大学の特別編みたいなの言ってたんですけど、まちづくりあんま興味ないなと思って。いや、無理やりすぎるなと思ったんで、で、あのね、地域、バイオン共鳴理論表町研究所レゾラボってやったんですよ。長っ。下かもね。地域のバイオンの共鳴理論を表町で研究するっていう場所なんですけど、何のことないディジュリドを研究するだけなんですけど。素晴らしい。まあ、でそれで、まあ、辰岡海人です。よろしくお願いします。イエイ。川田義彦さんです。イエイ。ディジュリド奏者による、うん、ディジュリドの話をするコンテンツです。イエイ。それでね、はいはい、ですね、ディジュリドの音楽の企画をやるときに、うん、あの地域交流デザイン表町研究室オモラボではまずいなと。そうですか。そうで、かといって、まあ、靴の辰岡がやるわけにもいかないし。ああ、そうかそうか。一応こういう団体がね。でかといって冠でいると、そう、個人主催者個人とか、なんかちょっとこう、それもなんか違う。名前売りなのかってこう、そうそう、勘ぐられても嫌よね。うん、で、そのディジュリドゥの専門というか、バイオン系の専門の企画団体っていうのを作ろうと思って、うん、レゾラボです。あ、レゾナンスラボラトリー。共鳴研究室と。うんうん。いいですね。うん、それで、あの、第1弾のイベントがちょうどこの前。あ、そうかそうか。それです。これですね。それです。こんなです。真っ赤なんだけど。これが、あの、フルーン・ディジュリドゥ・エクスペリエンス。そう、うん。満月のようにバイオンを楽しむ会というのをやってまして。素晴らしい。毎月ではないんですけど、やってるんですけれども。ああ、そうかそうか。あ、満月、毎月満月ってあるの？満月は毎月。毎月ありますから。毎月あります。いや、知らないんだけど。それで、岡山城、うん、あ、この収録は岡山県岡山市の表町商店街。靴の辰岡というところでやっています。うん、表町から近くにある伊豆市っていうエリアがあるんですよ。岡山のちょうど城下町なんですけど。出る石って書くのね。伊豆市って速攻呼べって言ったらびっくりするよね。出石だもんね、これ。あ、ですね。出るに石と書いて伊豆市と読むと。そこで、あの、うん、ディジュリドゥによるバイオメディテーション&ヒーリングコンサート。すげえ。これがものすごい場所がよくって。ほう、会場が。そう、あの、旭川沿い、川沿いなんですよ。川沿いにある、はいはい、古民家の、うん、木造の古い古民家ですよ。そこ の、 あの半分地下倉庫みたいなところで。地下倉庫、うん、もともと農機具屋さんの家なんですよ、ここ。へえ。某農機具屋さん。某農機具屋さん。で、昔の家だから、あの、すごい古い建物で、地下が、うん、地下の倉庫とかあるじゃないですか。そこで天井がもう手伸ばして届くぐらいのところで。お、低いんだ。そう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 。へえ。で、下は土間 で、うん、で、上はずっともうほら、うん、屋根というか、木の床の天井。あ、じゃあ、どういったらいいの？普通の、あの、うん、倉庫を1階、2階に上下に分けちゃったみたいな感じか。だから天井高が2メートルぐらいしかないんだと、うん、1階の。なんか、その辺の伊豆市のよくわかんないんだけど、多分、あの辺は、うん、なんかデコボコしてるんだよ、多分。場所が。あ、土地自体が、うん、地面がね。そうそうそう。それにうまいことを作ったら、例えば向こう側から、地上から入れるところが手前から見ると2階へ入るみたいな感じで、半地下状態の手前側の地面は低いから、その間、1階の部分としてそうそうそう、そんな感じ、半地下が露出したみたいな感じ。そんな感じ。へえ、面白いですね。そこでディジュリドゥの、まあ、ライブをやって、はいはい、で、それが、あの、レゾラボの主催になります。あ、素晴らしい。うん、これじゃあ、出演者が、まあ、それは、まあ、内容についてはどうでもいいですけど。え、なんだ。いろいろやらせていいんですか。そうですか。それで、あの、うん、今月から何をやろうか決めたんですよ、この。お、このバイオン大学。はいはい。何やりますか。まあ、毎週やってるんです。毎週、あの、うん、一動画ずつ上げていくんです。あ、これはね。そうそう、うん、で、今日が、まず、あの、
でバイオ音楽の可能性を追求しようっていう、はいはい、の好きでしょ。大好きだよもうあの知らないことが大好き好きかどうか分かんないのにね知らないんだから、うん、それでそれをまあ、うん、あの毎月新しい演奏法だったり、うん、なんかなんかそのまあ和音とか、うん、バイオ音の組み合わせとか、うん、それを研究しようとひとまず、はい、まあ、ディズリドで作曲して遊ぼうみたいなのでいいかな、うん、多分そういうのやってる人多分あんまいないと思うんで、うん、そう大々的にねこういう計画を立ててっていうのは少ないですよね、うん、でまあ、うん、やればいいかなと思って、いいですね。まず1回1週目は、まあ、あのフリートークしながらちょっと音楽のネタを作ると、この回ですね。そうそうそう、はいはい、ちょうど今から作るんですけど、うんうん、で2週目が、うん、そのネタを元に作曲をしましょうと。ほう、作曲しちゃいますか。で3週目にそれを発表します。了解。3週目っていうか、まあ、これ鳥っていうと連続なんだけどでも一瞬で考えて一瞬で作っちゃって、そうそうそう、もうほとんどだから即興に近いけど、まあ、そうそう、残せるぞという、あのなんか形で、あ、今日この曲ができました、まあ、タイトルでも決めるかなんかするということでやってみましょう、うん、別に誰かのためじゃないですからねこれね。あ、そう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 今日もね喉が痛くて飴玉をずっと舐めてて、うん、でもこれあの、はい、怪しい人みたいなのですね、すごい真っ暗。はい、それで、まあ、あの4週目で、はいはい、その3週目にやった曲の解説をしましょう。あ、いいですね。でそういうことをやりながらディジュリドゥの可能性を追求する回でございます。やってみましょう、うん、ではで早速追求したんですよこの5月おここでこの日に、そうそうそう、なんかこうインスピレーション湧いたって、なんとなくこう 月っぽいの分かりますこれこうするとなんかつけるんです、出るね。あ、こうほら、この日はその岡山でずっと活動してる喜楽堂のとしさんっていう人と七海さんっていう人と一緒に共演したんですけど、はいはい、あの僕仕事終わってからじゃないと会社に行けなかったので、うん、一部二部にして、一部はもうあのとしさんの、あ、まあ、メインステージと、うん、まあ、あとヒデさんっていうパイカッションの人が多分今頃フランスに行ってるんですけど、新婚旅行でどういいその人と一緒にやってて、で二部であの、まあ、ちょっと辰岡メインの、うん、まあ部門にしようって言って、うんうん、で、ですね、まずあの G のキーが G の、うん、キー G マーゴで、おお、あのソロをやって、G ってのは高い感じですね、高い音程とするとね結構、うん、G キーのマーゴ、あ、マーゴ、うん、で、まあ、ソロをバーンってやって、マーゴソロ、うん、で途中からそのヒデさんっていう人が入ってきてもらって、うん、あ、パーカッションが、そうそう、でパーカッションって言ってもそのあめの前半はトシさんと、まあ、普通にあの叩き物とかを中心にやってたんですけど、うん、あの後半は、ね、シンバルを、普通のシンバルですか、あのドラムで使うとか、大きいのからちっちゃいのまで十何個集めたのを、うんうん、と一緒にかぶせたんですよ。そのマーゴの G のマーゴのそのG の音と、そのからバイオンの音と、うん、あとそのシンバルの大小の中 の共鳴の音をボボンってやるっていう、ぶつける、うん、聞けますよ、そういえばこの状態。